な匂いは。気づいたか。どうしたんですか。魔獣の気配。私は何も感じないが。いや、教会の人間でもないとこの匂いは分からへんですやろ。復讐、いや黄泉の匂いと言うべきか。それがこの先からかすかに漂ってきてるんですわ。先ほどから徘徊している骸骨とは比べ物にならない。相当厄介な存在みたいです。どうやら覚悟を決めて先に進む必要がありそうだな。予想通りや。なんだあれは。黄泉の渡し森、シセル魂を導く霊筆。聖典に記された77の悪魔の一匹、嘆きの棺ベヌ。まさか本物の悪魔と対面できる日が来るとはな。上等や、女神のしもべの力思い知らせたる。
我が右手にありし星の授けよ、天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。グラールスフィア、
義なき刑に私は負け。あれが本物の悪魔。怖かった。あんな魔物がこの世に存在するのか。一体どういう場所だと言うんだ。先が思いやられるな。あの時の君たちが光に包まれた時に現れたという異形の男か。何者だ。名乗るがいい。名乗れと言うならまずは自分から名乗るのが礼儀というものではないか。王室親衛隊大隊長ユリア・シバルス隊。どうやら俺たちのことをこそこそ調べとるみたいやな。目的は何や。今の悪魔はあんたの仕業か。この事態を招いたんはお前の仕業っちゅんか。吠えるなケビン・グラハム。お前たちの苦難はまさに始まったばかり。今あえて絶望に囚われる必要がどこにある。何？うっ。ディス、無茶すんな。七王教会の宝剣か。なかなかの鋭さだが姉に比べるとまだまだ未熟よ。どうして。セクナ、このファンタズマにおける絶望の宴は始まったばかり。あがいてもがいてのたうち回ってもらわなければ我が王も喜ばれるまい。待て。逃げる気か。挨拶代わりに一つだけ教えておこう。我が名は黒騎士。偉大なる王に仕えるファンタズマの守護者なり。それではさらばだ。何者かはわからないが、一つはっきりしたことがある。どうやら我々には明白な敵がいるということだ。ええ、そうですな。それもどうやらとびっきり厄介な敵みたいや。